はいどうも、エテポンゲです。よろしくお願いします。モンスターハンタードスパート30始めていきます。はい、では今回行くクエストはリオレイヤーですね。うん、はい、前回クシャルダオラのね2回目の撃退に成功して、今回はねもうそのクシャルダオラのね息の根を止めに行こうかと思っていたのですが、これといってねクシャルダオラに関するクエストがねなかったので、やむを得なくリオレイヤーの討伐に行こうと思います。リオレイヤーはねそのモンスターハンターポータブルのサードとトライでもう何度もね倒していますので、はい、もうサクッと枯れてしまうと思います。と言ってガノトトスの時はねフルボッコに会いましたが、今回は大丈夫だと思います。はい、でちょっと町の人にね、町というかこのジャンボ村のみんながちょっと点々点がね新たにいっぱい出てる人がいるので、ちょっと一通り話していこうかと思います。いやあこんばんは。緑色の甲殻を持ったメスの飛竜リオレイヤーにはもう会ったかい？会ってねえよ。まだ会ってねえよ。強靭な翼を持ちながら彼女は陸の女王と呼ばれている。うん、知ってる知ってる、それはもうどのシリーズでも共通ですね。うん、もうサードでもそう呼ばれていたよ。うん、翼以上に力強い足で縦横のことをこれなんて読むんだってなっけな、なんだっけな、その右往左往みたいな感じのやつ、縦横無尽だ、そうもうバカっぷりがやばいっすね、申し訳ない。縦横無尽に血をかけるってわけさ、どこまでも追ってくる突進攻撃に気をつけろ。本当はつがいになるオスのカリュウもいるみたいなんだが、この地方での目撃例はほとんどないようだな。それは助かるぜ村長。あいつらが二人揃ってしまったらねもう勝ち目がない。うん、あれは勝てない。もう闘技場でねもう何度やられたことか、サードの時は。パーティーの準備。何のパーティーすんの？村人の家を旧友が訪れることになったが、肝心の準備が整っていない。ぜひ助けてあげよう。知らねえよそんなの、知らねえよ。こっちはもうモンスターともう死闘しているのに何がパーティーや。まあいいけど、まあいいよ、あげるって待ってるからあげる。おっと、納品か。こいつはありがたい。きっと村のために役立ててみせるからな。パーティーするだけだろ、何の役にも立たんわ。で、でこちらのねお姉さんの方にもね、温暖気って暑さに品がないから嫌いだわ。古流観測局では現在総力上げてクシャルダオラの所在を追跡中よ。雪山にってことだけは分かっているから、あなたも雪山での戦いに慣れておいた方がいいわね。はい、これ聞きました。ドドブランコ一頭の狩猟。このドドブランコってのもねちょっとね聞いたことがないんですよね。この群れをなす画獣の主っていうのかな、このドドブランコ。これもちょっとね今回行こうかと思ったんですが、今回はリオレイヤーをね一旦倒しに行こうと思います。ドドブランコは次回かな。うん、雪山ですね。こっちはこの季節の雪山はブランコ一家の独壇場だ。その数たるや尋常じゃないブランコだ
ブランコたちは親玉のドドブランコの指示に従い群れをなして襲いかかってくるはずだ。囲まれないように注意しろ。あれかな？これは、その、イーオスとかの、ガレオスじゃないな。イーオス、ランポスとか、そういうシリーズなんかな、一応。うん。まあ、なんかそこまで大したことなさそうですね。うん。こんぐらいかな？ばあちゃんは？あ、ばあちゃんも出てるな。ばあちゃん、何が欲しいの？体験の使用時はガードの投進で行うだろう。攻撃を防ぐため。あ、知ってる、知ってる。知ってるよ。あ、これは黄金石だな。これなんかずっと前から出てる気がするけど。まあまあいいわ。まあいい。で、ですよ。その、今回はね、先に武器の加工をしてしまおうと思います。よく来たよ。強化。このね、今持っている片手剣。素材集めておきました。ゲネポスのバイパーバイト、こちらをね作ってしまおうと思います。なんと新たに麻痺属性をねつけることができると。早速作りますよ。これでリオレイヤも麻痺させて爆弾を置いてやっちゃいましょうよ。うん、オッケーオッケーオッケー。なんだ、デラバイスってなんだ、デラバライスか。デラバライズなんだ。あ、足りる。足りてるけども、お金がないか。無念。まあ、いいや。まあ、今回はね、もうアイテムも、もう、一通り、ちゃんと用意しております。では、ちょっとね、前置きが長くなってしまったので、そろそろ行こうと思います。もう7分経っちゃったな。で、リオレイヤーなんですけど、密林なんですよね。うん。こちらです。リオレイヤー一頭の狩猟。リオレイヤーの別名は、陸の女王、その異名は決して嘘じゃなく、何人もの狩人が、何人もの狩人が彼女の前に屈してるほどだ。リオレイヤーを狩れたら、それは狩人として独り立ちを意味する。さあ、君の番だぜ。どうやら、私の番みたいです。ここいらで一気にね、行きましょう。一気に、ライバルハンターとの差を、ぐんと開けてやりましょう。いったりますよ。ディオレイヤー。もう行動パターンはね、正直覚えております。ディオレイヤーに関しては。それが、果たしてドスでも共通なのかどうかは、わかりませんが。なんか武器がちょっと、オレンジ色になったからなんかまた変わったな。なんか雰囲気が変わりましたね。雰囲気が麻痺させるぜみたいなもん。で、携帯食料、もちろん千里眼も飲みますよ。3番ですね。待ってろリオレイヤー。あ、ランポス多いな。ランポス、お前は今日はあれだ。相手してやれる暇はないからな。いつもは裏作業で、ランポス6頭の狩猟とか言っているが、今回はそれではないからな。ムービーが入るようです。陸の女王のお出ましです。ああ、なるほどね。なんかちょっと違うな、やっぱり。緑色が濃い気がするな。気のせいか？さあ、行きましょう。落ち着いていきましょう。
まずはペイントボール、オッケー、オッケー。そして一旦応急薬にカーソルを回して、よく飛ぶやつだ、カニを仕留める。あ、移動か、移動か、移動なら、移動ならカニはもういい。移動したようです。どうやら7番に向かったのか。7番です。移動早いな。おお、7番にもちゃんと降りてくるんですね。ヤンクックだとかはね、7番は通過していくんですがね、このエリアは非常に戦いやすい。カニもいない。この陸の突進は気をつけろと村長も言っていたはずだぞ。気をつけろ。サイドに立て、サイドに立てば問題ないぞ。回転攻撃は真ん中に入って、ラッキー回避、ラッキー回避、早速ラッキー回避。ラッキー回避は1日3回までと決まっております。あ、早えぞ、麻痺が早えぞ。チャンスだ。よし、食らわしてやりますよ。おい、よし逃げろ。非常に調子がいいで、いいです、非常にいい調子だ。よし、リオレイヤ、お前の攻略法はもう分かっている。正面に立たずに足元のサイドから攻撃をするのがいいのかもしれない。よしよし、回ってる時は当たらないぞ、その位置では当たらないぞ。よしよしよし、オッケーオッケー、突進はかわして、そして突進後は攻撃のチャンス。回るぞ回るぞ、回るからな、落ち着いていけ。そしてまた突進に来る。尻尾か、尻尾の当たり判定がありましたね今。ムーンサルト、ムーンサルトは回避する。大丈夫だ、落ち着け、問題ない。壁際はまあまずいな。今のは急ぎすぎた、今のは急ぎすぎたのが良くない。強えな、やっぱり一撃が重たいな。慎重に行こう、慎重に行こう。今のは、今のはもう壁際で戦っていた自分が悪い。あれは当たってはダメだな。あれに当たるようじゃまだまだ独り立ちはできそうにないですね。ハンターとしてあれは回避しないといけないところですわ。回転するってのは分かってたんですけどね。そうそうそう、ちゃんとね、この漢方薬とね、解毒薬をね、3つずつ持ってきていますので、毒に侵されてもね、瞬時に回復することができます。これはね、やはりハンターとしてのね、経験があるのでね、リオレイヤーに対する経験値は多少あるので、ただテクニックがついていきません。どこに行くの？8番？ちょっとまだ動き
飛び回るそのポイントがちょっと分かってないので、そこら辺がちょっと問題だな。ちょっと早めに行ってもう一度ペイントをつけておきたいところですね。6番まで行くのか。やっぱり8番は狭いから降りないんでしょうね。6も通過するんじゃないかな、これ。しないな。うん。それはしないな。なるほど。6番という狭い空間で戦おうっていうわけだな。いいぞ。いいぞ。ケルビーの一撃をもらったぞ。まさかのケルビーの一撃。よし、火を吐くぞ。あ、おい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 、ケルビー、どけどけ、ケルビー。あ、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 よし、よし、よし。ちょっと、尻尾の当たり判定がいまいちわかりづらいな。あ、危ない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 。あ、すいません。ちょ、叫んでしまった。ちょっと回復します。一旦回復します。突進。なぜ止まった？なぜ止まった？リオレイヤーハート！よし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 。よし。冷静だぞ。まだ冷静、冷静。よし、ここだ。お、二度目の麻痺。いいぞ、バイパーバイト。いいぞ。いい働きしてるぞ。非常にいいぞ、バイパーバイト。何度言う、そのバイパーバイトというの。よし、一緒に回れ、一緒に回れ。ムーンサルト、ムーンサルトじゃない。よし、落ち着け、落ち着け。ガードも使っていけ、ガードも。よし、ここ。あっ、しまった、当たった。急ぎすぎたな。危ないぞ、危ない、危ないと言ったのに、言ったのに。ガード、飛躍を使いましょう。飛躍を多用する情けないハンターですが、しばしお付き合いを。ガード、よし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 、避けろ避けろ避けろ、サイドに避けろ。壁際はまずいぞ、離れろ、一旦離れろ。勝負は真ん中でするべきだぞ。あっ、よし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 、あっ、ちょっとダメだ、ちょっとダメだ。よしよしよし、落ち着け。武器の威力が落ちてきているから一旦研いだ方がいいのだが、ここかな。よし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 、どうした、リオレイヤー、もう疲れているのか。早いんではないか、少しばかり。ダメだ、どうしても食らってしまうな。これは避けなきゃいけない。避けて追いかけて攻撃する。よし、避けろ避けろ。よしよしよし、ナイス緊急回避。ムーンサルト来るぞ。このモーションはムーンサルトだぞ。よしよしよし、あっ、その2度にわたってのムーンサルトはまずいぞ。すぐ飲め、すぐ飲め、漢方薬すぐ飲め。移動だな、移動してくれるな。 OK、 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 回復しましょう。応急薬使い切りますよ、一旦。8番には降りるのかな、これは。降りるか、降りないな。そうだよな、危うく今直接8番に行って3番に移動できないと悔やむところでした。8番には降りないと思います。なかなかね、やっぱりけどガノトトスとかに比べれば今順調に戦ってるなという感覚はね、非常にあります。非常にダメージを与えれている、与えられているような。カニは先に排除する、小型モンスターは最初に排除するに限るとね、そのそうしているうちにリオレイヤーの方はね、私を待ってはいて待ってはくれませんね。
なるほどな。7376のループですね。そういうことだな。736だな。もうお前の移動パターンは分かったからな。もしやリノプロスを食すのか？そういうことか？よし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 。よしよし。よし。落ち着け。落ち着け。落ち着け。飛ぶぞ。よし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 。今の回避は必要だったのか否か。否ですね、今のは。今のは必要ではない。攻めすぎるな、攻めすぎるな。よしよしよし、離れろ。あ、その尻尾判定がちょっとあれですね。そのダメージでかくない分、ちょっといやらしい攻撃ですね。あー、逆回転もするのか。まずいぞ。パターン入ってるぞ。逃げろ逃げろ。一旦離れよ。壁際のパターンに入ってるぞ今のは。学習しろ。よし、ここ。閃光玉を持ってくるべきでしたね。やっぱりこいつはね、落とす、あ、もういい、その入り口側でその火の玉をファイヤーボールを打つのはやめてくれないかな。どうした、リオレイヤー。よし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 、尻尾行きましょう。尻尾、そうだ、リオレイヤーは尻尾が切れるんですよ。そうだ、思い出した思い出した。今までね、ちょっと尻尾の切れないモンスターたちと戦いすぎていて忘れていたのですがね、やっぱりリオレイヤーはね、尻尾を切れるね、モンスターに分類されるので、何の分類だそれは。とりあえず一応ね、狙っていこうとは思います。ちょっとこの状況ではちょっと狙えないな。倒れた時ぐらいにしかちょっと狙う勇気がないというか、そこまでの実力がないというか、届かないというか、というか、よしよしよし、よし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 、今、しっぽ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 、よしよし、しっぽ切れ、しっぽ切れ、しっぽしっぽ、あー、ちょっと狙いすぎはダメだな、今の、ちょっと攻撃、もうちょっと当たれられたはずなのにな。あ、危ない、危ない、うん、よし、ここ、おいおいおい、そっちには何もないぜ、誰もいないぜ、そっちにはムーンサルトだな。それが2発来るってのは俺は知っているからな。よしよしよし、お、怒ったぞ、怒り状態に入りましたね、怒り状態。移動だな。移動しましたね。移動です。これは3番ですね。ペイントボール当てましょう。そろそろペイント効果も消えてしまう頃でしょう。